パリ市内で警戒にあたる CRS 単員パトロールか白バイフランス国家警察はフランスの警察組織の一つ内務省の管轄下で主として都市圏での警察活動を担当する2006年現在総人員145,820名内警察官119,182名を要する古来フランスの警察活動は 王権や法権領主とその軍隊によって行われてきたが、フランス革命以降はコミューンが警察権を有するようになり自治体警察が主となった。その後、東領政府体制下の1800年、首とパリではパリ警視庁が設置され、警察の国家化が図られた。この時期には一般警察省も設置され、主として公安警察分野における、 自治体警察への中央統制も試みられたものの、復興大世紀には内務省の一部局に格下げされ、地方警察に対する中央統制力は低下した。第二定世紀には、リヨン市の自治体警察が国家警察化されるなど再度中央統制が強化され、第三共和世紀には一部で自治体警察への回帰の動きもあったとはいえ、大都市の自治体警察の国家警察化がさらに、 進められ、1908年にはマルセイユ、1918年にはトゥーロン、1920年にはニースの市警察が国家警察となった。また1907年には自治体警察を補完する広域捜査力として管区機動警察隊が設置されるなど内務省の警察力の充実強化も図られた。微信政権下の1941年。 警察庁が設置され、パリ以外の人口1万人以上のコミューンの自治体警察はこちらに統合されて国家警察化が図られた。そして1966年、警察庁と警視庁が統合されて設置されたのがフランス国家警察である。ただし、国家警察の中央指導機関として国家警察総局が設置された後も、警視庁はその参加には入らず、 独立性を保っている。国防省所属の国家憲兵隊との間の役割分担については、概ね、都市圏は国家警察、地方部は国家憲兵隊が担当するものとされているが、多くの点で入り組んでおり、治安出動などの緊急活動については、明確な区分は、ほとんどないのが実情である。上記の通り、1941年以降、県庁所在地及び、 人口1万人以上のコミューンには国家警察の地方支部局が設置されてこれを担当しそれに満たないコミューンは国家憲兵隊が担当するものとされていたその後1995年1月21日の法律に基づき1996年9月19日から基準が変更され人口2万人が境界線となったこれにより 1628団体のコミューンが国家警察の管轄下となった。管轄面積は国土の5%程度であるが都市部であることからフランスの人口の約40%をカバーしている。フランス国家警察は内務省の内部部局である国家警察総局と警視庁によって構成されている。警視庁はパリ警察本部は ブーシュイコールドゥローヌ県にのみ設置されており、他の地域では各部門が別個に地方支分部局を設置するという縦割り方式をとっている。またこの他に DGPN の総局長直属の部署として他省庁を含めたテロ対策部門の調整にあたるテロ対策調整室や対テロ作戦部隊である特別介入部隊が設けられている。なお、2009年に RAID の主導下で国家警察介入総体が設置され、公共安全中央局の介入部隊やパリ、警視庁のコマンド対策部隊の作戦指揮権が RAID と統合化されている。国家警察総局のワッペン書き1966年に国家警察が設置された直後は、自治体警察及び警察庁時代の装備が引き継がれており、拳銃としては、 32ACP 弾を使用する RR-51 及びモーゼル HSC 短期艦銃としてはマス38及びマット49が使用されていた。また、保安機動隊では、準軍事的な任務も実施していたことから、マス36小銃のほか、ナチスドイツによるフランス占領下で生産されたワルサー P38 拳銃やカル98キロ小銃も用いられており、 ワルサー P38 は、後に、マス50に更新された。1962年、シャルルド・ゴール大統領の元ボディーガードであったレーモン・サシアが、アメリカ合衆国の FBI アカデミーへの留学から帰国したことで、フランス警察の拳銃術は一気に刷新されることになった。同年には早速、警察庁に射撃学校が創設、翌年には、パリ警視庁も続き、 1968年には、これらを統合、増強して、国家警察射撃研究センターが設置された。当時のアメリカ連邦捜査局の数制に忠実に、サシア・ワイス &WM19 を愛用しており、これに合わせて、正式拳銃を、国産のダブルアクションリボルバーに転換することが、検討されるようになった。1971年より研究が開始され、 1974年より、マニューリン MR73 の試験導入を開始、そして1975年、すべての証拠系拳銃の MR73 への転換が決定された。一方、1970年代には、犯罪者の重武装化やテロリズムの脅威がクローズアップされるようになっており、従来の警察用火器の火力不足も問題になっていた。このことから、 操作介入部や、介入部隊のような強硬反操作部門や、特殊部隊では、ポマス G1 のように9 x 1 9 m m パラベラム弾を用いて、相談数が多い自動拳銃とシグ SG543 カービンが配備されたほか、CRS には AM、AMD5.56 公共安全局の犯罪対策隊にも、ベルッタイム 12SD 短期艦銃や、 レミントン M873 弾銃が配備された。2003年、国家警察を含め、内務省の法執行官の主力拳銃を、シグザウエル SP2022 に統合する決定が、なされた。内務省が購入した SP2022 は、実に25万丁に及んだ。小銃については、特殊部隊や、警護部門では、 H&KG36C カービンが標準装備になったほか、一部では H&KHK417 や SIGSG551FN スカーも用いられている。また2015年のパリ同時多発テロ事件を受けて、2016年には CRS と b a c に文字36自動小銃が配備されることになった。司法警察は刑事警察部門にあたる。 司法警察中央局が内部部局にあたり、地方私文部局としては地域県司法警察局3校及び広域地域県司法警察局九個を有する。合計職員数は五千三百名。司法警察中央局には下記のような内部部局がある。警ラ保安活動については公共安全中央局が内部部局にあたり、地方私文部局としては 県公共安全局99個を有する。DDSP の所在地は警察署と称される。DDSP には下記のような部署が設けられている。また人質救出作戦部隊として介入部隊が設置されている。1972年にマルセイユで編成されたのを皮切りに、計10個体が編成されたものの、2015年4月に、 国内の7個体は RAID に統合されて、廃止され、海外の3個体のみが存続することになった。また2009年以降、ジプンの作戦式は、上記の通り、国家警察介入総体の下で、RAID やパリ警視庁の BRI、BAC と統合化されている。2014年までは、公安警察部門も DGPN の指揮下に置かれていた。 まず1907年に総合情報中央局が創設され、1944年には国土監視局も設置された。2008年、両者は統合改編されて、国内情報中央局が発足した。その後、2012年のミディコールピレネー連続、銃撃事件への対応不備が指摘されたことから、2014年5月12日、DGPN から独立し、 これと同格の国内治安総局に増強改編された。ありがとうございます。